3日戸田市スポーツセンターこの試合を皮切りに3ヶ月以上にわたる戦いを繰り広げてまいりましたジャパングランプリ93ブルーゾーンそしてレッドゾーンに分かれまして全56試合が行われる予定でありました。現在のところ55試合が消化されております。いよいよ今日が最後の一戦8月21日後楽園ホール決勝トーナメントの組み合わせはどんな形に決まるんでしょうか。まずは今 LLPW ハーレー斉藤登場であります。ジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦の最終戦30分の一本勝負 LLPW ハーレー斉藤と戦うのは北斗晶であります。真紅に染まるリング、ここをまたも血で染めていくのか北斗晶。いつものコスチューム、手には木刀がしっかりと握られております。8.25 風間組との戦いが待ち構えています。北斗晶 LLPW 風間組との戦いを前に、同じく LLPW ハーレー斉藤との戦いを避けては通ることができません。リングに参上北斗晶。さあ両選手の紹介、本日のメインイベントジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー LLPW 155パンスハーレー斉藤、赤コーナーデンジャラスクイーンラスカチョーラスオリエンタルスオールパシックチャンピオン155パンス北斗レフィーボブ矢沢。ジャパングランプリ93レッドゾーン公式戦最終戦です。これで全て56試合全ての予選が終了するわけであります。これによりまして4名の選手が決勝トーナメントに進むことができます。決勝の場は8月21日後楽園ホール。さあハーレー斉藤がここまで本当によく戦っています。さあそして北斗晶、体格では完全に北斗晶が勝っています。ハーレー斉藤がこの北斗に対してどんな戦いを見せるか、激しい火花というよりは何か北斗の眼差しを見ておりますと冷たい火花というそんな感じがします。冷たく青い火花が散った。さあ対角線に振るか、青コーナーサイドに振っていった。あっとしかしこのキックは不発、よく見ています北斗。さあそしてロープを使うか、さあそしてキック、ハーレー斉藤、しかしここはキック攻撃を見せます。さあ56試合が行われてきたわけでありますが、ジャパングランプリ93そのうちのレッドゾーンの公式戦最終戦。さあこのレッドゾーンなんですが、このレッドゾーンはもう決定してるんですね。そうですね、この1試合だけが残っておりますが、はい、まあ、一応北斗とねハーレーが5点ずつでね、はい、1位2位どちらかが1位2位と、はい、今日勝った方がトップになるわけですね。なるほど、そうなりますと21日の後楽園ホールでの決勝トーナメントの組み合わせが変わってくるわけですね。そうですね、ブルーゾーンは一応ね、はい、堀田とトヨタが、はい、同じ5点ずつでね、決勝進出トーナメント進出を決めてますけど、はい、この場合同じ勝ち点なのでね、当日抽選になりますね。当日の抽選ということになりますね、はいはい。それで、レッドの1位とブルーの2位、はい、ブルーの1位とレッドの2位という組み合わせですね。なるほど、ですから、まあ、勝ってもまだ組み合わせがわからないという感じになります ね。 そうなんですね、当日にならないと、このレッドゾーンとブルーゾーンの組み合わせどういう形でこうレッドゾーンとブルーゾーンの1位2位が組み合わさっていくか、その辺が非常に難しいわけであります。さあまあ、ブルーゾーンの方は簡単にご紹介しますと、堀田トヨタが勝ち点5得点5で、まあ、トップ並びました。
ホッタの方が5勝2敗、トヨタの方は4勝1敗に引き分け、これによりまして得点5でトップ、惜しかったのが井上京子で 4.5 という、ね、得点ね。最後にトヨタと引き分けたのが痛かったです ね。それが結局最後の 0.5 ポイントという、ね、大きな差になってしまいました。さあ、そしてレッドゾーンの方は北斗晶、ハーレー、斉藤が共に負けなかったんですね、これ。そうですね。北斗晶の方が4勝2引き分け、そしてハーレー斉藤の方も負け知らず4勝2引き分け。このハーレー斉藤アスカ、これアスカに聞きましょうか、はい、ハーレー斉藤のね、この4勝2引き分けという成績はどんな風に見ますか。ハーレーの実力からしてみれば妥当な線だと思いますけど、ですまあでも違う団体に囲まれてね、違う団体の選手に囲まれてよく頑張ったと思いますね。あ、なるほどね。試合前ちょっと話したんですけど、やっぱり脇腹をね、肋骨を骨折 しましたよね、はいはい、あれがやっぱりまだ治りきってないんで、あ、今その辺ですかね、狙ってるのはずっとホットが狙ってますけど、そうですね、それがちょっと心配だとは言ってましたけどね。あ、なるほど、そのあたりは逃しません。はい、はい、このリーグ戦優勝ももちろんなんですけど、まあ、武道館も控えてるし、はい、まあ、その後 LLPW も1周年、29日に1周年記念を迎えるんで、なるほど、はい、まあ、そういった意味でももうこの試合頑張らなきゃいけないと言ってました。なるほどね。さあ、リング外に飛び出してまいりました両選手でありますが、ハーレー斉藤、やはり左の脇腹を抑えてますんで、先ほどアスカが言ったね、肋骨ね、あの辺がおそらくこの攻撃の中でもかなり傷んでくることでしょう。また行く、リス攻撃、もう一回、あ、リング下に、あ、これはちょっとハーレー斉藤、あ、これは今井リングアナウンサーから場内のファンの皆さんには説明されておりますが、阿部さん、これは場外カウントアウトはなしということでよろしいですね。そうですね、今の攻撃も一層脇腹にぶつけてますね。ぶつけてましたね。いわゆるラフファイトではありますが、攻撃はラフじゃないですね、ピンポイントですね。そうですね、もう完全にもう脇腹一点に攻撃の先をもう向けております。あ、今イーグル沢井選手ですかね。そうですね、イーグル沢井選手が今抱き寄せて、その後ろからはどうやら半田美希選手のようでありますが、8月25日日本武道館ではこのイーグル沢井、半田美希、そして今戦っているハーレー斉藤、これに大沢ゆかりとレオ北村を加えまして、全日本女子のブル中野、南、三田、下田、バットというこの5対5のイルミネーションマッチが行われることになっております。時間無制限の5対5イルミネーションマッチ。さあ、ここでサソリ固めに入っていく。さあ、どうか、ハーレー斉藤、やはりアスカ、ハーレーとすればね、はい、ここで LLPW 魂を見せて、うん、そしてそれを引き継いで今度風丸美がこの北斗晶と、はい、そういう形に持ってきたいところですよね。まあ、風丸と北斗の因縁もありますからね、そういう意味でやっぱり、はい、代表としてはこの試合負けられないですよね。阿部さん、この風間とね、北斗、ちょっと試合からは外れてしまいますが、ファンの皆さんに分かりやすく説明していただきたいんですが、北斗とこの風間の因縁、これは北斗の方がどうなんですか、喧嘩を打ったということよろしいんですか。そうですね、まあ、そんな感じですよね、何か社長失格みたいなね、話をね、北斗がしたというような話を聞いてますが、まあ、もう本当に今ね、どこにでもこう飛びする感じですからね。本当ですね、一触即発、はい、まあ、はい、言い方ですけども、喧嘩を打った方が勝ちみたいな感じになりますからね。なるほどね、逆に阿部さん、そういう喧嘩を一つ売ることによってまた自分の存在がアピールできるし、 そうですね、それによって一つ自分のカードがね、確立されるわけですからね、はい、一つのこれは手段と言ってもおかしくないですよね。まあ、もちろん自信がなければできないことですからね。確かにそうですね、まあ、北斗の性格からしてね、来るものはもう来るものどころかね、はい、来ないものまで全部ね、叩きのめそうというようなね。本当ですね、はい、あのカンドリとの死闘が今も何かまぶたに焼き付いておりますが、円錐切り、後頭部のキックを見舞った。さあ、ここで一気にハーレー斉藤、形勢を逆転するか。ブレンバスター、速い回転、低空飛行のブレンバスター、2位を一発落としておいてからカウントは2つ。ナイタに強烈なキック、やっぱりアスカ、ハーレー最高とすればこのキック攻撃ですかね。うん、そうですね、
まあ、スープレックス系もね、彼はありますけど、やっぱりキックで持っていきたいでしょうね。はい、そしてさっきちょっと見せかけましたが、ラウンディングにいるキックね。はいはいはい、ああいった技も飛び道具して持っておりますが、先ほどはホットにそれを見切られてしまいました。さあ、そして、まあ、ある程度ロープを使ったファイトもハーレー斉藤やっておいてもおかしくはありません。アスカ、こういう時っていうのはね、はい、レスラーの考え方として、はい、この後北斗晶がね、風間のみとやるわけでね、はいはいはい、もちろんそのここでちょっと腕の1本や2本という、ね、感じのね痛めつけ方をしてもおかしくはないですよね。そうですね、まあ、それもありますけど、まあ、ハーレーとしてみれば、やはりこの試合クリーンに自分の実力で北斗を倒したいという気持ちが強いような気がしますけど ね、 どね、確かにね、その試合の前にね、武道館の前にね、美味しいところを持ってきたいみたいなことも ね、確かに言ってました。ハーレーここにあるというところで見せるいいチャンスですからね。それやはりリーグ戦ね、レッドゾーンでもやっぱり、はい、あのね、やっぱり勝って進みたいでしょうし ね、ここまで負け知らず、井上貴子と山田敏夫に対してだけ、引き分けがありますが、あとは渡辺智子、長谷川早紀江、三田悦子、南鈴香と破ってまいりました。さあ、ここは北斗晶のチャンス。すっくと立ち上がったトップロープ、ゆっくりとハーレー斉藤が立ち上がる。さあ、何が飛び出すか。あーと強烈なキックが鳴っていた。これは強烈。お腹を抑えて苦しがるが、しかしここでもキックが待っていた。しかし北斗晶、かなりこれは苦しそう。いやー、阿部さん、これは狙ってましたね、ハーレーもね。そうですね、いいタイミングでした。いいタイミングでしたね。落としましたよね。落としましたね。さあ、強烈キック。いやー、あの体勢からよくキックが出てきました。すごく、なんていうんですか、回転のいわゆる、モータースポーツでいうと R がね小さいというね、回転がスムーズですよね。半径の小さな非常に素早いキックでありました。カウントは2つ。彼のキック、ヒット性が高いですね。ああ、なるほど、ヒット性が高い、あの外さないという意味で。ああ、なるほどね。確かにあれだけの回転でね、相手に当たりますとね、相手も避けきれませんね、あのスピードはね。そうですね。さあ、そしてこの辺りの細かいプレーもうまく決まっていますが、カウントは2つであります。ジャパングランプリ93レッドゾーン公式最終戦、北斗晶、ハーレー斉藤、全勝対決。さあ、ロープに振るか、振り返すか。さあ、逆に持っていった。さあ、ノーザンライト。さあ、どうか。カウントは2つ。違う団体でのメインイベント、果たしてどんな気持ちでありましょうか、ハーレー斉藤。さあ、背中のあたりに足を、つま先を立てて持ってきております。こういったラフファイトも完全に板についております。さあ、ランディングにいるキック、ようやくハーレー斉藤の流れになってくるか。あ、しかし足払い。今のハーレーの状態からしたら受け身一つ、露骨に効きますからね。あ、そうですね、忘れちゃいけませんね。そして北斗晶の方も膝がやや心配の種ですね。この辺りは、あの会うたんびにやっぱり膝が悪いって言ってました。いつ抜けてもおかしくないというような話を聞いておりますが、カウントは2つ。結局この古傷を抱えたまま大一番を迎えるということになりますが、その前に阿部さん、ちょっと北斗は休むことができませんね。21日の決勝トーナメントも結構厳しいでしょうからね。ちょっとあの膝は心配ですけどね。あ、またちょっと左膝を抱えてます。抜けましたか。どうでしょうね。あ、膝がどうやらまた抜けたかな。リング上ではハーレー斉藤も左の脇腹を抑えてやや苦しそうな表情を見せております。さあ、あ、なんとか試合ができる状態になったか北斗。しかしこれは大きなダメージ。大チャンスを迎えましたハーレー斉藤。さあ、全勝でレッドゾーンを制するか。最大のチャンス、流れ式のブレンバッサー。さあ、どうか。カウントが入る。カウントは2つ。北斗晶が死んでない。北斗晶
2で跳ね返した。そしてまだ立ち上がろうとしている、後ろから襲いかかったバックドロップ。いやー頭が下がります。しかしハーレー斉藤も完全な状態とはもちろん言えません。北斗もねここまで無敗できた以上ね、膝の怪我で負けたくないでしょうからね、はい。そして風間ルミの前にね、はい、ハーレー斉藤に負けるわけにはいかないって言ってましたよ、ね。ハーレーが倒せないでなんで風間だと言えるかというような話もしておりましたが、さあドロップキック、膝は大丈夫か。キックを放った後膝を押さえている。さあトップロープ場外へ飛ぶか、飛べ込んか、飛べ込んヒーロー、飛べ込んヒーロージャストミートだ。さあどうか。いやあの膝でトペコンヒーロー出しますかね、阿部さん。それが北斗の北斗なる言えんですよね。それが北斗、まさに北斗の魂を見た気がします。場外からの鮮やかなトペコンヒーロー、アスカこれ完全に捉えたでしょ今。もう本当にジャストミートでした ね、完璧でしたね今ね。いやまたこれが肋骨に響いたか。しかしもちろん自らの左膝も痛めています。肉を切らせて骨を断つか。さあ流れ式の体勢に入るトップロープ、流れ式ブレンバスター。まだ農山大とボムは出していない、前科の宝刀は抜いていません。さあどうか、カウントが入る、どうだ。カウントは 2.8。 ハーレー斉藤も苦しい、脇腹を抑えっぱなし、左膝をかばいっぱなしの北斗。そういうすごい戦いになった。レッドゾーンの公式最終戦、あ逆に返した、そのままホールド、どうか、どうだ、まだ決まりません。30分の一本勝負、熱い戦いが続いています。神田美希が、そしてイーグル沢井が大きな声を飛ばしている。さあどうか、バックを取るか、バックを取った。さあそのまま、今のは阿部さん、さあカウントが入る。カウントは2つか。ノーザンライドのハレー TS だと思いますけどね。あそうですね、崩れたので、はい、いやいや若干崩れましたがね、さあそしてトップロープに登る。何が出るんだ、何が出るんだ。さあ手拍子を要求している。霞ヶ浦文化体育館、しかしこれはよく見ていましたハレー。そしてタイガーか。さあどうだ、タイガー入る、どうだ。タイガードライバーも出てまいります。タイガースープレックスが出てまいります。さあセカンドロープ、トップロープ、ハーレー斉藤チャンスを迎えた、飛ぶ。しかしこれも見ている。一体どちらだ、一体どちらだ。さあこのまま落とした、強烈、強烈、がね、あパワーボムのような感じですよ、ね。いや今のは、ね、タイムドライバーに入るような回転を持ってきて、はい、そのままパワーボムで落とすというね、はい。まあ、横り式のねパワーボムっていうか、ドライバー系ですけどね。そうですね、はい。いや今のは完全に振った瞬間に2人の体が宙を舞いましたね。まあ、入り方は違いますよ、タイガードライバーですね。いわゆる、なるほどね、はい、はい。さあ北斗晶、ハーレー斉藤無敗決戦でありますが、結局北斗晶が勝利を収めて、これでレッドゾーン1位、そしてハーレー斉藤がレッドゾーン2位という決着となりました。まだ両者がリング上立ち上がることができませんが、さあ今ゆっくりと北斗晶の手が上がりましたが、これで8月21日後楽園ホールの決勝トーナメント、北斗晶、そしてハーレー斉藤、堀田由美子、豊田真奈美、この4人によりまして決勝トーナメントが行われるということになります。